チフビンの紋章、チフビンは、ロシアレニングラード州の東南部にある都市。レニングラード州東部の丘陵地帯にあり、ラドガ湖へ流れるチフビンカ川の両岸に、町が広がる。州都サンクトペテルブルクからは東へ200キロメートル。チフビンスキー地区の行政中心地であり、同地区及び、州東部の産業、文化、交通網の中心でもある。ボログダと、ノヤ・ラドガを結び、 サンクトペテルブルク方面へ接続する国道へ114号線が走っている。人口は63,338人。チフビンの生新庄終身大聖堂チフビンのカール・マルクス通り、チフビンという地名はベプス語のティックとンに由来する。古くからの交易路である水路や陸路がこの地を通っていた。フビンが記録に書出するのは百八十三年で、 木造の生新女終身大聖堂がこの地に完成したことが伝えられている。1495年から1496年にかけて、ノブゴロドの陶器官 UK サブロフが書いた記録にも、チフビンと聖堂のことが登場している。バルト海からラドガ湖、フビン河川を経て、丘を越えボルガ川上流に至るという交易路に沿っていたことから、チフビンは急速に発達した。 16世紀初頭、チフビンは、すでに知名度の高い交易中心地であった。1507年から1515 15年にかけて、モスクワ大公国のバシーリー三世が資金を出し、炎上した、精神助修身大聖堂の跡地に、石像の聖堂を新たに建てる工事が行われた。ノブゴルドのドミートリースイル甲フが手掛けた、この聖堂は、現在も残っている。 1560年、サーリー・イヴァン・ヨンセイは生新庄終身修道院をチフビンカ川の左岸に建てるよう命じた。この建築工事は、ドミートリーの息子ヒョードル・スイル・コーフが手掛け、イヴァン・ヨンセイは建築のために二重家村の農民を動員する許可を与えた。1560年の春から夏、大きな生新庄終身修道院と小さなブベデンスキー聖堂が同時に建てられ、 その周囲に公益書、工房、住居などからなる集落も築かれた。堅固な城壁や塔で囲まれた修道院は同時にモスクワツァーリー国家の北辺の地を守る重要な要塞でもあった。17世紀初頭、ロシアは大動乱と呼ばれる内乱の時期に突入した。これはスウェーデン及びポーランドリトアニア共和国の介入を招き、スウェーデンとのイングリア戦争で、 ノブゴロド周辺の地方は破壊された。1613年、チフビンはスウェーデン軍により占領され、略奪、放火された。住民は修道院の城壁の中に逃れ、包囲戦や略奪を耐えた。その後スウェーデン軍はこの地から撤退し、ノブゴロド周辺の地方はようやく外国軍の侵略から解放される。チフビンの経済的繁栄の時代は17世紀から18世紀に、 かけて訪れた。手工業が活発になり、チフビンの鍛冶屋の製品はロシアだけでなく、周辺諸国でも珍重された。チフビンは、フィンランドやイングリアなど、バルト海沿岸を支配したスウェーデンとの国境交易の重要な拠点としても栄え、ロシアの国外への窓の一つとなった。この時期、チフビンに立った市はロシアでも最大級のものだった。こうして、 地府便の市街地の規模も大きくなった。この時代、石像建築は修道院の領地でのみ許可されていた。16世紀末には石像の聖堂や食堂、狩猟などが修道院に追加されている。17世紀半ば以降には修道院内の木造建築すべてが石像で建て直された。これらの工事により修道院は芸術性の高い、 歴史的にも建築史的にも重要な建築群となっている。これらのほとんどは18世紀や19世紀の増築で原型が変わった部分もあったが今日にも残っている。1723年、長い戦いの後に地不便の住民は修道院による支配から解放され独自の自治を行うようになった。1764年に修道院資産が国有化されるまでは集落は 完全に修道院から分離された状態ではなかった。1773年、チフビンは死の地位を得る。第二次世界大戦では、チフビンは1941年11月8日から12月9日まで、ドイツ軍北方軍集団に占領された。赤軍の反撃により、ドイツ軍は1ヶ月でチフビンを放棄したが、この時に多くの建築物が破壊されてしまった。 いざザに保護された地府瓶の生身上の遺恨卿の地府瓶はかつての小さな地方都市の面影を残す木造建築が立ち並ぶ旧市街と第二次世界大戦後に建てられたソ連式のアパートが立ち並ぶ新市街からなっており住民の大部分は新市街で暮らす。旧市街は商業の中心地で広場には再建された旧政主権社会制度をもたつ。 広場を囲む歴史的建築のうちホテルはソ連崩壊後に閉鎖されていたがショッピングセンターとして再生している。ソ連時代の地付便で最大の雇用主はトラクターや兵器を製造する重機工場であり最盛期には2万人が働いていた。この工場は現在でも鉄道車両製造及び並走品製造の大手である。 その他の企業にはイケアなどへ収める家具を製造する、工場や、路人や、レジンなどを生産する木材化学工場、肉や、乳製品などの食品工場がある。チフビンの名所の筆頭に挙げられるのは1560年に成立した精神助手新修道院で、歴史的に価値の高い建築群と、チフビンの生信助と呼ばれる遺コで名高い。 伝説によればこの遺コは1383年6月26日にチフビンカ川の岸に出現したとされ、その場所に修道院と町が建設されたとされる。この遺コは火災や戦争から生き残って現在に伝わり、1949年から2004年までの間はアメリカのシカゴに保管されていたものの、ソ連崩壊後にチフビンに戻された。その他、 木造の古いロシア風の家への立つ18世紀の都市計画を残す市街地も見どころの一つである。この町出身の有名な作曲家、ニコライ・リムスキー・コルサコフの成果は現在では博物館になっている。1990年代以降、チフビンでは子供を対象にした伝統舞踊競技大会や野外ジャズフェスティバルなどが開催されている。ありがとうございます。